決定も。バレるしょこれ。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美樹です。今回は遊んでいるうちに理科に触れることができるサイエンストイをご紹介したいと思います。じゃーん、こちらルーミネート、ミキラボの実験室を作ってみよう。遅い。壁の色何色にしようかな、迷っちゃうじゃん。どうしよう、どうしよう、色の組み合わせとか、ごめん、本当に色が、かわいい。ウォーター来た。ギボシなんですよ、ギボシ。わかります、このギボシの凄さ。ブロックみたいにはめるだけでこれなんと動くんですよ。これがね、ほんと素晴らしい。じゃあ並べていくか。まず五十嵐選手登場。でん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 、まず窓の前ぐらいでこう実験をする感じにしましょうかね。そして、まあ、重要なのはこのまあテーブルなんですけど、足より低いからね、まあいっか、そういうのもあるもんね。だってあと棚よ、棚、すぐにこう実験できるように起きて起きてそれ私だそしてなんと、もうワンちゃん、ワンワンワン、ちょっと見て、これ車みたいにしてみたんです。どうですか、これ可愛くないですか。ワン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 、入れてよ、ワンワンワン。あ、なんかすごい可愛いんですけど。あとはちょっと飾りっぽいものを置いて、そしてこれは手作りで、プラ板でアルコールランプとかいろいろ作ったので、これかわいいでしょ。みんなさ、ミカに熱してたりとかするわけですよ。やっぱこれはここじゃない、センター。あ、顕微鏡ね、顕微鏡もあるし、このフラスコもあるよ、フラスコもある。どうしようかな、天秤、本当はね、この天秤の上にね、犬を乗っけたいんですけど乗っかんないの。ダメか、その天秤の上、ふんどうと釣り合うようにこうちょっとやってる風にまあでもそうね、これ実験だからやっぱフラスコはここかな。かわいいかわいい、かわいい。顕微鏡はちょっと一つの台に置いといて、予備のアルコールランプは大丈夫かな、これ火ついてるけど火ついてるけど火つけっぱなしだけど大丈夫かな。あー、もうかわいすぎる、どうしよう、これやばい、住みたい移住決定も、移住しようもあとはアナひこ、人体模型、もはやアナひこではない、人体模型を置かせていただきます。かわいい、どうしよう。で、なんといってもこの子ですね、このなんか謎の風車をつけたいなと。いや、ほんと回るからね、これウィーンってね。どうしようかな、風車、あ、こういう感じでいいのかな。こんな配線見えてる家ある大丈夫、雨の日とか大丈夫これこれ気になるこれちょっと一回さ、一回風車、ごめん、いけない、これなんかさせないっぽい、ん、ダメだなになるほど、こういうことか。青と赤逆だ電気回路ってね、やっぱ難しいんだよこれさ、わかんないよ、この仕様がさ、その赤と青がさ、プラスかマイナスかみたいなことって書いてないわけなんですが、まあね、同じ色同士をね、そりゃくっつけた方がいいよねっていうね。
これオンにした、これオンにしてます。でも回ってない。でここを赤いとこ押すと、わーすごいすごい、これ感動するわ。このなんか押し心地も結構押しやすくって、硬くないからちょっと押しただけでも回るから、わーすごい。これ向きさ変えちゃうとさ、これずっと遊べるんですけど終わりが見えないんですけど、ずっと遊べるよ。例えばさ、電気のさ向き変えたりしたらさ、つくのかなとかさ、いろいろやってきちゃうわけじゃないですか。はい、電気の向きか、つなぐ向きは変えたけど回るかな。おお回った。もしかしたらさ、これ逆向きとかになってるのかな、モーターが逆向きになったりとか。いやー楽しい。あ、じゃあスイッチをこの五十嵐の手に持たせとけば、まあなんかオンオフができるわけですから。あ、届かない、届かないけどあ、むずいむずい、棚とかに置いておけばいいのかな、棚に置いて、できたできたできたよ、みんな私の人気人数ができたよ。ということで、ミキラボルームの完成。もうすっごい可愛い部屋に、なんか色使いもちょっとハロウィンをイメージして、こんな感じに仕上がりました。いかがですか皆さん。このように自分で小物を足したりシールを足したりして、こことかも貼ってみたんですけど、すごい可愛いですよね。あとこのモーターのところに、なぜかこのちょっと我らのアナひこ、人体模型です。人体模型、人ではありません、人体模型ですがいまして、でもしもこの大お客さんが来た時、お客さんが来た時はこのスイッチをこのミキさんがですね、中から押すんですよ。ちょっと本物のミキさん今押しますね。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。って感じで、どうですかこれモーターそこのスイッチを押せば、まあ、できるので、そういった形でちょっとアレンジしたりとかできます。もう電気回路があるのがやっぱりですね。とっても楽しかったです。はい、ということで、とっても楽しかったですね。このように、まあ、自分のオリジナルなものが作れるっていうのは楽しかったですし、まあ、切ったり貼ったり、あと組み立てたり、さらにその電気回路があるっていうのがやっぱりここポイントなのかなと思います。今回このモーターで私は風車を作りましたけれども、他にもいろいろとこのちょっとテーブルを回したりとか、あと、もうちょっと大きい風車にしたりとか、あと炎みたいなね、こう紙で切って炎を作ってそれが回転するとか、そういう暖炉を作るみたいなこととかにも発想できたりしますので、いろいろぜひ試してみてください。あと、まあ、これ一人でやっても楽しいですし、お友達とか、あと保護者の方と一緒に楽しめるのかなと思います。ここにステムスキルスということで、どういうスキルが身につくのかっていうのが書いてあるので、それをね読んでみたいなと思います。まずはその創造性と、あと基本のその電気回路と、
あと問題解決能力、そしてあとこういう細かい手の、ま、運動の、ま、能力、あとは、ま、自信ってね、最後自信ってあるの、これすごい大事で、ま、そういう理科に進むときによく自信がなくて進まないっていう子もね、あの多いっていうことが、ま、論文で言われたりとかするので、ま、そのこととかもしっかりと入っている、あのとってもおすすめなものになっています。これスタンフォード大学のその修士課程で出会ったこの女性2人が作ってるんですね。だからまあ私の心もこうわしづかみにされた理由がすごいわかるなというところで、あの小さい時にこういうのがあったら私ももうちょっとこう、まあ、創造性とかこういろいろな面でこう、まあ、いろいろな本当スキルがついたのかなと思います。なのでこれすごくおすすめです。ということで、また面白そうなおもちゃがあったらご紹介します。今日もご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。